iPS から血小板量産、京大臨床研究を申請。人の人工多細胞性幹細胞 iPS 細胞から血液成分の一つで止血作用のある血小板を作り、血小板などが減少する再生不良性貧血の患者に輸血する臨床研究の実施を京都大の江藤教授らのチームが厚生労働省に申請したことが分かった。学内審査で了承を得ており、今後厚生省で承認されれば臨床研究を始める。チームは近く計画を発表する。 iPS 細胞は世界初の臨床研究が網膜で実施され、心臓病やパーキンソン病でも研究が進んでいる。チームはこれまで人の iPS 細胞から血小板の元になる巨核球という細胞を大量に作り、培養することで高品質で大量の血小板を作り出す方法を確立。マウスなどに輸血した上で血管を傷つけ止血できることを確認している。関係者によると、患者の iPS 細胞から同様の手法で血小板を作成、本人に輸血し、安全性や有効性を確かめる計画。再生不良性貧血は血液中の血小板や白血球などが減り、出血しやすくなるほか、感染症にかかりやすくなったり、頭痛に悩まされたりする難病。血小板減少に対しては、献血で得られた血小板を輸血する治療法などがある。今回の臨床研究は、特殊な免疫の型を持ち、献血による血小板輸血を受けられない患者1人が対象。自身の iPS 細胞から作った血小板を使うため、拒絶反応が抑えられるという。